さて、品川鉄道郵便局の受取人不明の郵便物の中から自分の宛名を探しに来た老人は今日だけに住んでいた。五反田、その駅前の中国飯店の水槽で今日も置いた亀が釣られるのを待っている。かつてプロ野球東急フライヤーズで外野を守ったことのある平和総合銀行の守衛は今でも時々空を見上げては往来と叫ぶことがある。来月廃刊と決まった五反田西鉄のラストショーは懐かしのアラカンクラマ天狗大会である。品川中の床屋がゴミ車に積み込む紙の重さは月に112貫700文。先月取り壊された品川公会堂で今までアマプロ合わせて3200回のボクシング試合で27万回ゴングを鳴らす。スモックだらけでも品川中の空を飛び回る鳥は全部で24種、鳩に関しては7万羽に及んでいる。五反田の1丁目から7丁目までのマンホールの数は全部で112個あって、そのうち正確に地図に記載されていないのが4個、その1個が今でも地下世界に通じていると信じている中学生が今日もどこかでマンホール巡りをしている。品川電話局管内では1日に7000人が天気予報を聞くために電話をかけ、1日に5000人が正確な時間を聞くために電話をかける。1日に少なくとも20人は間違って自分自身に電話をかけ話し中なのを知って安心するのだ。品川喫音矯正会では1週間に2万回正確にあの音が発生され、駅前の野良犬ボスボギーは土曜日に4歳の赤犬都市にその座を明け渡したばかりだ。品川職業安定所で失業者が舌打ちする回数は1日に7000回、ホステスが義手を作る回数は年に4万人。そしてこの劇はその五反田の駅前にある1時間500円の歌声喫茶から2軒目の下宿屋鏡松荘の一室から始まることになる。しっかりして、もうすぐお医者さんが来るから。7番地、中世にはこのネズミの持ち主が魔法使いとして焼き殺され、全ての犯罪はゴミ箱に原因がある。品川区東大井 2-5-4。 ネズミがお守りとして売買された。
おでつながって輪になった。おでつながって輪になった。おでつながって輪になったネズミ。一枚の地図、そしてあんたたちの行く手には何もない印刷された。あんたたちは歩きながら水蒸気となって立ち上って消えていくのだ。